お伝えします学校法人西大和学園が運営する大和大学が開学10周年を迎えその記念式典が開かれました大和大学は関西に早稲田慶応に匹敵する大学がないため優秀な人材が関西を離れてしまうことに危機感を感じ関西に日本を代表する総合大学をつくろうと2014年に誕生しました 式典はことし3月に完成したおよそ4800人が収容可能の大和アリーナで開かれました田野瀬良太郎学長はことし6つ目の学部となる情報学部も誕生しこれからがスタートなので教職員一丸となって頑張っていきたいと決意を述べました 10周年を迎えた大学には学生や地域住民の憩いの場となる森と芝生の広場も整備されより総合大学にふさわしい機能性あふれるキャンパスが完成しました。